大熊町、大熊町は、日本の福島県浜通りの中央部、双葉郡、1896年以前は、シネ派郡にある町。福島第一原子力発電所、東京電力の1号機から4号機の所在地である。なお、5号機及び6号機は、北隣の双葉町に立地している。2011年3月12日から3月15日までに、 渡って発生した福島第一原子力発電所事故の発生地。阿武熊山系の東に開けた浜通り地方の中央に位置しており、東は太平洋に開ける。行政上では北に浪江町と双葉町、西に田村市、南に川内村及び富岡町と隣接する。かつて、区アと呼び習わされてきた時代から近現代に至るまで、 大熊は南北の勢力が攻めに合う境界地帯という歴史を歩んできた。歴史地理学的には大熊は関東と東北の境界地帯の北口という色が濃い。七世紀前半の国の宮津湖の時代には現在の大熊は岩木国道の北限、高国の北限であり熊野村と呼ばれていた。また、スケッは現在の日立市が道口清平。 道の口の木へと呼ばたのに対して、ク朝の村は、道尻木平、道の尻の家と呼ばれていた。高国は、広国像、菊田国像、岩木国像の3地域が統合されて成立した地域国家であり、これが20世紀前半には、日立鉱山と常磐丹田によるエネルギー源地帯になるなど、地理的、歴史的同一性を有する地域である。7世紀後半に、 律料制が浸透すると、高国は、日立国に編入され、久ワの村は、日立国の北限になった。しかし、奈良時代当初の718年になると、現在の名こそ、平方トンネルを境に、菊田郡以北は、日立から分離され、名こそから渡りまでを範囲とする、岩木国に編入され、久ワの村は、岩木国の中部に位置する位置存落となった。しかし、 七百二十八年頃には岩木国は道の区国に編入された。七世紀の桑朝の村はやがて当地を流れる川から熊川と呼ばれるようになり、この時代は母親戦争終結まで続いた。鎌倉海府から戦国時代前半までは熊川は死ね橋の領土となり、その死ね橋の領土の難源となった。しかし、 戦国時代後半になると、ネハ氏は、相馬市に倒された。相馬市による統治は、戦国時代後半から、母親戦争終結まで続き、熊川は、相馬市の領土の難言となった。そして、戦国時代の相馬市と岩木市の境と、江戸時代の中村藩と岩木平藩の境が、現在の大熊町と富岡町の境に位置する夜の森であった。戦国時代末期に、 熊川、は、相馬市、岩き市、田村市の干渉地帯であり、田村市領が豊臣秀吉に逆らって領土拡大を続ける伊達政宗の俗領となると、相馬市は岩き市と共に熊川から精神して田村の領土へ進行した。このルートが現在の国道288号である。徳川幕藩体制下では、熊川、中村藩の領内に入り、浜街道、 現在の国道6号の宿場町が整備され、熊川宿の宿場町として栄えた。1868年9月22日に母親戦争で中村藩が明治政府軍に敗北した結果、熊川など旧中村藩領は岩木国に入れられた。1871年8月29日の廃藩地県では、 熊川は当初中村県に属したが、1872年1月9日には、中村県と平県、旧岩木平藩が合併して、岩前県となった。しかし、1876年8月21日には、岩前県は、福島県、中通りと、若松県、藍津と合併され、これ以後は、福島県に属している。高度経済成長の結果、スケ川、 日立市から夜の森までにわたる工業地帯20世紀前半の日立鉱山や常磐丹田が衰えると石炭に代わって石油や原子力が新しいエネルギー源として注目されるようになったその高度経済成長期の1967年9月29日に大熊にて東京電力の福島第一原子力発電所が着工した開業 1971年3月26日、その2日後の1967年10月1日に、平駅岩沼駅の電化により、常磐線が全線電化された。こうして、大熊は、エネルギー源地帯の北限となった。それまで、農業のできない冬には出稼ぎに行っていた大熊や、波江など夜の森周辺の住民は、 原発関連の仕事をすることで一年中、地元で働けるようになったため、安定的な働き口とかなりの補助金を得てくれた、福の神とされていた。福島第一原発が開業し、高度経済成長が沈まると、福島第一原発を描いた原子力もなかが、大熊の土産として販売されていた。そして、石不足と過疎問題を象徴する出来事として、2006年には、 大野病院事件が発生した。原発事故を受けて、町役場と住民が近隣地域に退避し、2011年4月22日から2012年12月9日までは除染や瓦礫の撤去、並びに復旧作業を行う作業員以外の町民の立ち入りが全面禁止される警戒区となっていた。同12月10日午前0時を期して、帰還困難区域、 従来通り作業員以外の住民の立ち入り、一時、帰宅禁止。ただし指定された日や、事前の予約により市中の一時帰宅、宿泊不可が脳な場合もある。全人口の96%の元居住地に当たると、居住制限区域、避難指示準備解除区域、日中の時間帯のみ、町からの許可を得ることを前提に立ち入り、一時、帰宅できるが、宿泊不可これらを合わせて、 全人口の4%の元居住地に再編された。町長、渡辺俊志綱、2007年9月20日就任。3期目、福島原発事故時の主要な避難場所である、藍津若松市に開校された、小学校と幼稚園は、地元の既存校、既存園を統合した、正式名称、大熊町立小学校や、大熊町立幼稚園の文校や文園である。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。